ブレアル・マドリードのフランス代表 FW カリム・ベンゼマ、35、に、サウジアラビアの強豪クラブから巨額オファーが届いたと、スペイン紙、マルカ、が報じた。今季限りでアール・マドリードと契約満了となるエースストライカーについて、同氏は、サウジアラビアからの提案に受け、いろいろなことを考えたと言われている、とした上で、フランス人は今のところあと一歩を踏み出す選手ではないようだ。彼はまだアール・マドリードで挑戦を続けたい、と伝えた。昨季の世界最優秀選手賞、バロンドールを受賞したベンゼマは、2009年にアール・マドリード入団。すでに契約延長オファーを受けており、来季も同クラブでプレーすることになれば区切りの在籍15シーズンとなる。このため、超高額オファーを断ったという。ただ、同氏がサウジアラビアとベンゼマの話はそれだけで終わらない。なぜならストライカー、ベンゼマは自分の名前のサッカーアカデミー設立オファーが伝えられているからだ、と報じたように、今後の中東行きを排除しておらず、24年夏に移籍する可能性を指摘していた。